はい、皆さんどうもね、今回も来てくださって誠にありがとうございます。まあ今回ね、前回こいつを買ったんですよね。今回は、隣にあるこちらをね、まあ早速見えていると思いますが、こちらを買いました。はい、初期で一番メインで使っていたものですね。これは全身が鉄でできたヘビーメタルドライガーなので、これを使うと、だいたい 100% 勝てましたね。はい。なので、今回は、昔ガチでメインで使っていたベイブレード、ドライガー S、ん ?S スラッシュ?これを、買い戻しました。はい。お値段は、ここにね、書いてあるんだけど、スピン、うん、まあ、とりあえずセットなんだ、セット。セットね。はい。なので、この箱1個でもう、また回せると。そんな感じですね。はい。これと、で、本体たちね。で、やめる、この世を叫ぶよ。あと、シールだね。で、まあね、こちらをね、早速組み立てていきたいと思います。まあ、組み立ててっていうか、あれかな。前回結構グダグダしたから、今回ちょっとカットかな。はい、てなわけでちょっとカットします。カット、ででん、買いました。はい、ですね、まあ多分これつなぎ目になってると思うんだけど、つなぎ目、つないで編集されていきなりドライガーなどにこれ出てると思うんだけど、じゃあ前振りいらなかったな、前振りいらなかったわ。カットしてんだったら、多分カットしてると、俺の性格上的にカットしてつなげてると思う。でいきなり多分こいつは開封してバトルみたいな感じかな。こいつはなんだ、てかこれしかなかった、これしかなかったんだバカ野郎、伊藤洋華堂。はい、あとなんか子供たちがね、スタジアムで遊んでいたところに、僕がね、鉄製のドライガーを持ってってさ、ちょっとお兄さんも混ぜてよって言って子供たちのベイブレードバーストが回っているところに思いっきりドーンって回してみんながバーストしまくってバン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 っつって、なんだこいつってみんななって、なんかむしろなんか喜んでましたね。はい、まあちょっと言えば嵐なんだけど、嵐をしてきたんですけど、まあ言えば子供潰しみたいな大人げないみたいなことしてきて、これが初代の力だよっつって、フルメタルのヘビーメタルのドライガーを回してきました。でみんなで4対1でドライガーやったんですけど、まあ、どうやるかっていうと、俺が回ってシュッて回してるドライガーの鉄製のヘビーメタルが回ってる最中に1体ずつコン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 ってくる。で4体目で俺が負けました。はい、でみんな大喜びね。あ、これが本体か。いやーね、子供たちがね、子供たちと一緒にね、また遊ぶときことがあってね、ちょっと嬉しかったです。はい、また伊藤洋華堂行って、今度はこいつを使ってね、遊んでいきたいと思います。てかね、結構紫色でかっこよい感じですね。まあね、じゃあこいつですこいつ、じゃあこいつですってなんだよ。じゃあね、まあとりあえず、こいつをちゃちゃっと組み立てて、まあカットつなぎで、なんだ、ドライガーとこいつを戦わせてみたいと思います。まあ初代 VS 現在みたいな感じかな。はい、それではカット。はい、それでは早速ベイブレード回していきたいと思います。おっと、いきます。 3,2,1 ゴー。はい、おい、早いな、おい早いな、おい、お前ちょっと待ってね、俺カットしない人だから、ちょっと待ってね、これ初めて今バーストした、俺今初めて回して、今初めてバーストしたんだけど、大丈夫これ壊れたりしない？大丈夫？それそうだよね、壊れねえわ、そんな簡単に壊れるチャッシーもんじゃねえ。すげえな、バーストしたのは初めてだ、初めて回した、初めてバースト。へえ、じゃあ最初にドライガー回してみようか。いきます、 3,2,1 ゴー。おい、ちょっと待てや、何や、何が起きた、あれロックが3外れ、ん2外れてたのかな、2でいいのかな、よし、いやー面白い、この時点で面白い、まだまともに回ってないにもかかわらず、まだもう、はい、ゴーシュ。
バーストさせちゃったよ。俺のお手でバーストってか、こいつ止めるとき絶対バーストしない？みんなバーストしてるよね多分ね。いやおもろ、ガチガチっと。あ、ちなみにまだシール貼ってません。もう回したい衝動がすごくてね。ほらシール貼ってない、ピント貼ってないな。かっけー。てかシール貼らない方がかっこよくない？なんか味気出てない？よいしょ。スターターパックだったんでね、そのまま始めるって。なんで？これなんか付け方にコツとかいる？ない？大丈夫？俺間違ってる？あれ？なんで？なんで落ちる君？いきます。よし。やっとできた！回った！はいはい！いけ！これはスピンフィニッシュじゃないか。おー、バースト、マジか。最後の最後で、おー、かっけー。やばい、ドライバー最高。おい、おいみたいな、ちょっとおいみたいな。あれ、これどっちだ。これか、こうして、こうして、これだよな。はい、オッケー。いや、面白い面白い。多分そのうちデビルさん持ってくると思うので、皆さんお楽しみにしていてください。いきます。ゴーシュゴーシュ。うわ、おい、あ、お前もなんか壊れたな。お前もなんかちょっとしたバーストしたな、お前。あ、じゃあ次ラッセンだね。今どっちが勝った？いや、ドライガーだよね。ドライガー勝ったから今2勝てか、バーストでハンデがある。バーストハンデがあるので、あのバーストは2回で1勝ってことにするか。知るかってなんで。てなわけで今、ドライガーは、まだ1勝で、こいつが次、こいつがねまた勝てば同点っていうことで、じゃあそうしましょう。いきます。ゴーシュ。あ、落ちた。もう真ん中陣取ってんな。いけ。初代の力見せつけろ。おい、ほら、おお、今のはじゃあ同点。今の同点な、今の同点。多分誰がどう見ても同点でしょ多分。ヘブン、このカチカチってやつがいいね。面白いわ。大人もハマる、子供もハマるみたいなね。いや、最高だね。じゃあラストバトル。じゃあもういいや、これで勝った方でいいや。これで勝った方が勝ちってことで。はい、いきます。ゴーシュ。はい、なんで外見てたんだよ。じゃあこいつでいいや。はい、おー、まあそれはバーストなるわな。それはバーストなるわ。鉄製のドライガーですから。で、しかもね、プレイしすぎてこいつね、片方の羽がぶっ壊れてんだ。なんかちょっと偏ってるでしょ。なので、すごい、もうぐらつくわぐらつくわで、で、必ず誰かを戦ったら羽飛ばすんですよ。なんでこうなったかって言いますと、こいつのせいでぶっ壊れた。わかる方はわかると思います。はい、それではね、ベイブレードバーストデビュー、デビューを飾るのはこのベイブレードですね。僕のデビューはこいつです。はい、シールを後々つけたいと思います。はい、こいつで僕はベイブレードデビューしました。僕の友達や弟は何を買ってくるんでしょうかね。はい、楽しかったです。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあねー。